皆さんこんにちは、水谷睦美です。こんにちは、浜松市長の鈴木康智です。さて、いよいよ7月1日浜松市政施行100周年を迎えます、はい、この記念すべき年を迎えまして、市長の思いもひとしおでしょうね。そうですね、明治44年に、人口3万6000人余りでスタートした浜松市がですね、100年の間に先人の皆様のご努力でですね、82万の大きな都市、政令指定都市になったというのは本当に感慨深いものがあります。俗に言うやらまいか精神というですね、新種の気象ですね、とにかくくよくよしないで前を向いてやっていこうという、そういう精神で、数々の惨禍を乗り越えてですね、ものづくりの町、産業の町としてですね、ここまで大きく成長してきたということ、これは本当に私はですね、誇りに思ってますし、これからもですね、この浜松の発展の歴史を大切にしながら、次の100年に向けてね、第一歩を踏み出す、そんな年にしていきたいと思いますし、またこの100周年というものですね、市民の皆様と一緒になって、お祝いをしていきたいと思います。一口に100年と申しましても、さまざまな歴史があると思います。この100年を振り返って、浜松をもっと知って、そしてもっと好きになれるいい機会かもしれませんね。そうですね、はい。さあ、こうして100周年で盛り上がる浜松市の元気を全国に発信していきたいですね。さまざまな取り組みがあると伺っております、はい、そうですね。まず発信のシンボルとなるですね、ロゴマーク、あるいはキャラクターについてですけれども、ロゴマークにつきましては、全国からですね、802点の作品、公募したんですけれども、802点の作品が寄せられまして、その中からですね、ロゴマークを決定をさせていただきました。こちらにあるんですけれども、浜松100周年の100の文字がそれぞれガーベラ、うなぎ、みかんと浜松の特産がモチーフになっているんですね。そうなんですね。非常によくできたロゴマークじゃないかなというふうに思います、はい、これだと遠くから見ても鮮やかで目に入りやすいですね。そうですね、これは100周年を身近に感じてもらおうと、これからですね、広報浜松に使ったり、いろんな記念事業のですね、リーフレット等にも掲載をし、盛り上げていく、一つのツールにしていきたいと思います。そしてキャラクターもとても愛らしいんですよね、はい、そうですね。このキャラクターも全国からですね、824点の作品が応募で集まってまいりまして、はい、その中からこの出世大名家康くんというキャラクターを決定をいたしました、はい、非常に素晴らしいキャラクターだと思います。浜松のね、礎を築いた、家康公をモチーフにしたキャラクターでありますけれども、100周年を盛り上げてですね、浜松の魅力を全国に PR する、そんな役割を担っていただきたいと思いますね。こちらのキャラクターももうおなじみのことと思いますけれども、家康くんのちょんまげが、はい、うなぎなんですよ ね、 そ, うですね。そして家紋が、はい、みかんですね、そして袴の模様が、はい、ピアノの鍵盤、はいね、はい、こちらも浜松の特産が盛り込まれております、はい、家康君にあやかって私たちも出世できそうですね。そうですね、これから浜松をですね、大いに盛り上げていく、役割を、ね、担ってくれるのではないかなと思いますね。そしてさまざまなイベントも予定されていますね。はい、本当にたくさんのですね、イベントが行われます。そうしたものはですね、市政100周年記念ホームページにて、イベントカレンダーというものを作ってますけれども、そこで情報発信をしておりますので、ぜひですね、ご覧をいただきたいと思いますし、また市民の皆さんからのですね、お祝いのメッセージも募集をしておりますので、ぜひお寄せをいただきたいというふうに思います、この市政100周年の記念のホームページはですね、浜松市のホームページのトップの画面からですね、簡単にアクセスすることができますので、ぜひ一度ご覧をいただきたいと思います、はい、この100周年を振り返って、ぜひ未来に生かしていきたいと思います。皆様からのメッセージもお待ちしております。先ほど市長がおっしゃったように、この浜松市100周年を市民と、そして浜松市が一体となってお祝いができたら素晴らしいですよね。はい、今回の100周年記念事業ですね、メイン企画が、いわゆる100有名プロジェクトといいまして、市民の皆様からですね、応募いただきました、様々な事業をですね、
100周年の記念事業として、まあ、市が認定をして、応援をさせていただくと、まあ、そういう企画がございまして、もう市民の皆様やですね、市民団体あるいは企業さん、いろんなところからですね、たくさんの応募がございましてですね、まあ、ジャンルも非常に多岐にわたっているんですけども、まあ、これをですね、今年の4月から来年の3月まで1年間かけてですね、まあ、実施をしていただくということで、まあ、最初は100周年にちなんで100限定と考えてたんですけども、はい、本当にたくさん応募いただきましたので、少し数を増やしましてですね、150の事業を認定をさせていただきました。素晴らしい、はい。まあ、これをですね、まあ、ぜひですね、成功させて、まあ、まさに市民共同でですね、まあ、市民の皆様と一緒になってこの100周年をですね、お祝いをしたいと思っています。はい、皆さんから寄せられました夢が叶いますね。はい、またこの100以上ある夢の中、3つ以上ご参加いただきまして、ご感想をお寄せいただきますと、抽選で素敵な景品が当たります100夢チャレンジラリーも実施しております。このプロジェクトの詳しいことは浜松市政100周年のホームページまたはパンフレットをご覧ください。さて、今年の7月1日は100周年記念の式典ということになりますね。はい、7月1日金曜日のですね、午後5時からアクトシティに大ホールにおきまして、記念式典をですね、予定をしております。で、今回はですね、100周年記念ということで、まあ、例年とは異なったですね、まあ、特別な内容になっておりまして、音楽の都浜松の100年史、そして輝かしい未来へということをテーマにですね、市内の子どもたち540人で編成する、まあ、合唱団と吹奏楽団と指揮者の宮川明さん、浜松ゆかりの芸術家でありますピアニストの中道幸代さん、そしてサクソフォン奏者の須川信也さん等を交えまして、楽しいコンサートをですね、開催をしていく予定になっています。これ参加は無料ですので、ぜひ皆さんお誘い合わせの上お越しをいただきたいというふうに思います。音楽の都を目指す浜松ですから、音楽ですね、浜松の100歳をですね、一緒にお祝いをしていただきたいというふうに思います。ここ浜松から世界で活躍するアーティストがたくさん育っているんですね。そうですね、はい、そういう方々の演奏で100周年を祝えるなんてすごく素敵なことですよね。そうですね。さて、音楽もさることながら、ここ浜松市は伝統芸能も数多く受け継がれていると伺っております。はい、こちらはどんなイベントがあるんでしょうか。はい、7月1日の翌日の7月2日になるんですけれども、浜松市伝統芸能の集いという企画が予定をされておりまして、浜松アリーナで、この企画を開催をしてまいります。で、この企画はですね、浜松というのは実は非常に地域に受け継がれてきた伝統芸能が数多くありますので、100周年を迎えにあたりまして、この浜松市の民族芸能ですね、一堂に集めて、浜松市への魅力、誇り、愛着をですね、高めていただきたいと、そんな思いでですね、この企画を実施をいたします。で、合わせてですね、浜松の祈り、明日への祈りという副題のもとにですね、東日本大震災で被災された方々を励まし、被災地への復興を支援をするということで、当日は会場で義援金のですね、募金活動も行いますので、ぜひですね、多くの皆様にご協力をいただければというふうに思います。文化財のですね、指定を受けています西浦の田楽、川名の日踊り、横尾歌舞伎など6演目がですね、披露される予定となっておりまして、とても素晴らしい企画となっておりますので、多くの市民の皆様にですね、ご参加をいただきたいと思います。さて、今日もお時間が近づいてまいりました。最後に鈴木市長から浜松市の皆さんへメッセージをお願いいたします。はい、今年はいよいよ浜松市政100周年の記念の年となります。これから市民の皆様と一緒にですね、さまざまな記念事業を通じてこの100周年をお祝いをしていきたいというふうに思います。今年は東日本大震災という大変不幸な出来事もありましたけれども、被災地に元気を送るためにもですね、大いにこの記念事業をですね、盛り上げていきたいというふうに思います。浜松市は明治44年に市政が施行されて以来、先人の皆様のやらまいか精神でこれだけ大きな都市へと発展をしてまいりました。県庁所在地でもない、そして周りに大都市があって、
都市の発展を牽引をしてくれるという条件が整っていたわけでもないこの浜松が、まさに先人の皆様のですね努力によって産業都市として、あるいは政令指定都市として、ここまで大きく発展をしてきた、この発展の歴史に私は大変大きな誇りを持っています。こうした浜松のこれまでの歩みを大切に、次の100年に向けて第一歩を踏み出していきたいと思います。新たな市政の発展に向けまして、自立と共同というキーワードを大切にしながらですね、まさに市民の皆様と一緒になって新たな浜松の発展を築き上げていきたいと思います。皆様どうぞよろしくお願い申し上げます。市長どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。